それではアンデダンダブルの練習を解説していきましょう。アンデダンダブルというのは空中で2回回ってポーズするという技なんですけども、男性の中でも特に難しい技になっております。ですので僕も完璧ではないので、日本の動画も1回転半ほどしか回れていませんので、2回転回るのはとても難しいことですので、まずは1回転でしっかり回れるようにしていきましょう。空中で右の場合はステップからでも回ってからでも一緒で、踏み込んで足を出してパッセンしながら1回ぐるっと回ってポーズ入っていくというのがアンデダンの動きになっていきます。それをジャンプしている時にやるんですけども、ポイントとしては回る時と一緒で見る方向をしっかり切って、そこに向かって進んでジャンプして振り返るという練習が必要になります。まずここでアンデダン、普通のピリオットと一緒で、下へ空中ではなく普通に立って回るっていうのができなければ、空中でももちろんできませんので、まず1回転でも2回転でも下の立っている状態で2回回るなら回る、1回なら1回くるっと回るっていうのをまずはっきりとできるようにしましょう。飛んでいる形も同じ形で回っていますので、それが崩れてしまうと失敗しやすいです。次のポイントは踏み込み。今こちらですと左足踏み込みになっているんですけども、この踏み込みがちゃんと踏んで上に立ってはできないと上に飛ぶことができませんので、必ず軽くこういう感じではなくて、ちゃんと自分の下の足に踏み込んでから回っていく感じにしてほしいです。で、踏み込んだ後も空中で同じように回らなきゃいけないので、力が抜けないようにしっかり下の足を伸ばしていくというのも大事になってきます。で、まずはジャンプをいきなりしてしまうと失敗しやすいので、ステップからそうですね、足を歩いていくステップをしていくなら歩いていって、ここから足を蹴り出してパッセで立ち降りるっていう練習をまず先にしましょう。これがなくなってしまうと回っていても途中で落ちたりとか崩れたりしやすいので、まずは下で立てるようにしてください。その後にまずは回らないでステップを確認してから飛んで降りるっていうのを繰り返してやって、初めて回って練習をしていきましょう。で、徐々に練習していけば2回転に近づけれると思いますが、さっき最初に言った通り2回転はとても難しいことですので、練習していってもなかなか成功することができないかもしれませんが、まずは自分で1回転で空中で飛んで回るということをはっきりさせることが大事です。